涼感和尚です。はい、皆さん、本日、無事に沖縄上級者お話し会、終了しました。本当にありがとうございます。そして二部構成になってましてね、朝10時からお話し会スタートして夕方5時まで上級者編、そして、1回目が終わり、その後は、5時からは消化体を活性化するための、ワークをやりました。これはあくまでも一部の希望者だけね、やらさせていただいて、そしてその後体調が皆さんすこぶる良かったので、みんなで残ったメンバーで食事に行ってきました。本当に感謝申し上げますで、いよいよ明日は私が尊敬しています藤原直也さん、の明日講演会、そしてその後の親睦会に明日参加します。で、あさってから福岡のお話し会で、鹿児島、屋久島、大分、それから宮崎と。で、その後は、岡山に行って四国を回るという、スケールの大きい、ね、楽しい、全国行脚を、この後もやっていきます。で、お席の方は、まだまだ、たくさんあるようですので、概要欄に、ハッシー公式 LINE、ここを見ていただければ、申し込みも問い合わせもできます。まあ、もしかして満席と言われてるかもしれませんけどもね、結構キャンセルが出たりとかいろいろ動きがありますので、諦めずにどんどん連絡ください。どうかよろしくお願いします。はい、今回ですね、ちょっと皆さんにまた、不思議な覚醒話をちょっと紹介しようと思います。で、これはですね、今日お話し会に参加した男性で、久田さんという方がいます。沖縄出身の方です。で、なんとこの方は、僕との共通項が非常に多いんです。まず、1個目。私、創価中学高校と言ってね、創価学会系の学校に行ったわけなんですが、このなんと、後輩です。後輩。中学高校と後輩です。そして彼は沖縄から来てましたので、寮生活をなされてた。ということで、まあ、ここは僕と違うと、僕は通学してましたのでね。それから二つ目、創価学会の家庭に生まれて、私は福祉です、福祉。で、その彼の、久田さんという方も福祉。ですので、この辺が共通項があるということなんですが、なんとこの久田さんという男、彼はですね、18歳の時にとんでもない大覚醒をします。大覚醒です。もう完全に、3次元から5次元にドーンと移動しました。突然のごとくね。どうやってその覚醒したかっていうのはちょっと省きますが、覚醒した後の彼の動向が面白い。ね。もう、普通の、その精神状態では全くなくて、本当にね、もう愛しかないという状態になって、本当に自分が神である。そして自由である。そして、自分の感情が、もうか、なんだろう、愛で満ち溢れている。そういう体験をされたんです。そしたら、それが即行動に現れて、全く一般の方が受け入れがたい行動を取りました。まず1個目。18歳の時に、何気に休憩がしたくて、たまたま通りかかったパチンコ屋さんの、お店の中に入って椅子に座ってちょっと一息入れようとしたらそうです。だけどただ座ってたんでは怪しまれるから、まあやりたくもないけど100円をポチッと入れて、そして100円分だけパチンコをしようとしたんですって、何気に。そしたら打ち始めたらすぐ大フィーバーでパチンコが大当たりしちゃって、うわーって大当たり。そしてもう何が何だか分かんない間に箱がいっぱい溜まっちゃったらしくって、そしたら係員さんが4人ぐらい来て、もうこれで勘弁してくれと。
もうこれで打ち止めにして、清算して出てってくれって言われたんだそうです。自分は初めてパチンコやって100円だけ入れたら大当たりしたって、もう不思議な体験をしたって言ってました。それからとにかく何をやっていても幸せのご、なんだろう、境地でずっといるっていう状態で、なんか知んないけどもう自由人になっちゃったから、突然のごとく電信柱、電柱、これね一番上まで上がっちゃったんだって笑っちゃったなぁ、本当に。なんで上がったかって自分でもわかんないんだって。ただなんか知らないけど気がついたら電信柱登ってたんだってそれから、高校3年生のね、まあ冬12月からずっとこうね、まあ、創価学会の男子、まあ、学生部だったから当時進行してたんでね、とにかく受験前でなんか悩みを抱えていたみたいで、ひたすら、題目を挙げてたんだって、波法蓮華経ってね。で、別に信仰心があってやったわけじゃないんだけど、とにかくなんか無心になって、その自分のその不安定な状態をなんとか解消したいということで、まあ1日8時間ぐらい波法蓮華経ってずっと唱え続けてたんだって。そしたらある時トランス状態になっちゃって、なんかいきなりこう思考がこうシフトしちゃった。うん。そして、あ、自分って神なんだって勝手に思うようになっちゃったんだって。そこでスイッチが入ったって言ってた。面白かったなぁ。で、他にもね、なんか自分が、電車のホームをね、歩いてると自分とすれ違う人がね、なぜかドタバタドタバタこうね、倒れるというか、つまずくというか、こんな現象が起きちゃうんだって。ああ、ああとか言っちゃって。要はね、磁石の役目みたいになって、あれってなったんだって。で、自分でもおかしいなとか思って。そして、ふっとこう我に返った時に、なんか、自分もなんかおかしいって、うん、言って、壁伝いに手をついて、そこから動けなくなって。で、1時間ぐらいそこでずーっとぼーっとして、そのエネルギーが抜けるのかわかんないけど、そういう状態があったとか、まあね、不思議なことを18歳で体験したらしいです。で、今現在は、僕より7つぐらい下だから50歳ぐらいだと思うんだよね。うん。それから、まあ結婚生活のこと、これちょっとプライベート的なことがあるから、あんまり言うといけないかもしれないから、ちょっとここは控えておこうと思うんです。それから子供のこと、それからそのなんで結婚したかとか、もうね、とにかく不思議なこといっぱい言ってました。で、今日、まあ、YouTube で顔出しはちょっとできなかったんだけど、Twitter スペースで、約35分間、その時の体験、うん、覚醒の体験を語ってくれたので、それを概要欄に、URL を貼っておきますんで、そこから、スペースを聞いて、どんな内容だったか、まあ、確認してもらえたら嬉しいなと思います。まあ、僕の中では、この久田さんって方はね、間違いなくね、これ宇宙人じゃないかなと思います。うん。ただ、本人はその自覚がない。うん。だから、まあ、これはちょっと不確定だね。うん。だけど、相当な霊的能力がある。だから、その後、この18歳でちょっとその、あまりにも言動がいろいろありすぎて、頭おかしいんじゃないかみたいに思われた。それで、精神病院にね、入院もさせられちゃうっていう体験をするんだよね。で、それって薬漬けになったがために、その薬が原因で、その能力がまたね、閉じちゃったって言うんだよね。で、それをまた、今またこう、開花させたいという、まあ、そういうことで、今日は、この消化体を活性化させるための、まあ、ハーブ療法。これを、今日体験してもらって、今日入れたばっかりなんだけど、まだ体がちょっとふわふわしててね、この2、3日ちょっとどうなるかわかんないんで、ちょっと今後がまた楽しみではあるんですが、
非常に霊性の高い、そして霊的体験も面白い。どっちかっていうとこう宇宙人的な体験をしているので、僕はすごく注目してます。で、今後またこの久田さんがどれだけ変わっていくか、ちょっと注目したいので、今後も、追っかけをしていこうと思ってます。とりあえずもう10分過ぎたので、この辺で、紹介の話は終わりますが、概要欄にツイッタースペースで話したことを、貼っておきますので、興味のある人だけ、お聞きになってください。ハッシーです。イエイ。